ライアトゥルー、あなたはポケポケ、巷に転がる都市伝説ジョークチャンネル、どうも小雪です。あなたはポケモンの小説を読んだことがありますか？私はあります。どうもトエです。どうも。なんか小説って何よ、ポケモンに。皆さんこれ知ってますか？全然ピント合うてへんけど。ピント合わないおじさんやね。イエーイ。はい、ということでですね、これはですね、1997年11月1日に発売された、ポケットモンスターボリューム1ということなんですよね。サトシとピカチュウの話なわけなんですけども、まあ、アニメのこと？そうだと思いきや、実は、そんな設定あったのみたいな、驚きびっくりくぐりの木の、ちょっと木が間違ってると思うんだけど、山椒の木の、ね、山椒の木？そうそう、驚きくりの木、山椒の木の、桃の木どこ行ったん？あれ？なんか多いんやな、じゃあこれ。いらん木混ざってんすよ。いる、それは。とりあえず驚く初期設定がね、はあはあ、ここに記されてるわけなんですよ。あらら、なになに。この初期設定ってね、これ他のいろいろあるじゃないですか。ワンピースとかやったら、そのワンピースの連載前にやっとったウォンテッドっていう読み切りに出てくるリュウマが、実はこれワンピースに関係してるんだよみたいなのがあったりだとか、そういうことがあるんで、実はこのポケモンのこの初期設定っていうのもいっぱいあるんですよね、うん、今日はそれを、まあ、紹介しまくろうぜっていう回なんですよ。まあ一度公式の設定ってことですよね。そうで、これはその当時構成作家を務められていた首藤さんが自ら書かれたっていう感じでね。あれ、ちょいちょいなんか名前間違えて炎上してた。名前間違えたじゃない、あの役職間違えてない、監督って言い続けてたから。そうそうそう、なんか怒られてる。そうそう、映画の脚本とかも担当されてる方なんですけど、うん、まあ、ちなみに現在こちらの本とかはね、あのプレミアをついてるものになるんで。これ何もすんの今。8000円。高っ。これこれ自分の私物？私物。うそやん、持ってんのこれ。そうそうそう、そういうわけなんですけども、はい、ポケモンって、まあ、キッズたちが旅に出てるじゃないですか。まあ、10歳でしょ。そう、うん、どないなってんねんっていう話じゃないですか。どないなってんねんって何で。そう、普通10歳で旅出るわ言うたら親止めるでしょみたいな。それは止めるよね、危ないもんね今ね。ところがですね、うん、あの世界実は10歳での結婚が法的に認められてます。いや、そんなことないよ。ほんいや、もうひろゆきさんもびっくりよ。別にひろゆきじゃなくてもびっくりする。ああ、普通はね、だって今って、はい、法律に女子は16歳、そう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 、男子は18歳以上やったかな。はい、うん、で、まあ、最近はね、その日本では18歳が成人となるみたいな感じで引き下げられましたけど、うん、ポケモン世界はさらに進んでまして、うん、そこからマイナス8歳ですね。10歳でも成人扱いなんですよ。あ、そう。なんか昔の時代って結構ね、子供でも大人として見られてたみたいな感じ。そうなんですよ、はい、で、まあ、実際その小学校卒業みんなが大人法、略して小卒大人法と呼ばれる法律が実際あるんですよね。で、まあ、進学とか職業選択とか結婚とかが10歳で選択肢の中にだいぶ考えていかないといけないよみたいな。だから10歳でもう大学3年とか、まあ、高校3年とか、うん、そういう感じの雰囲気が醸し出されるんよね。醸し出す。そう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 。だってサトシくんとかもおまぬけやんなみたいな感じの雰囲気感じるけど、実はもう大人なんですよね、うん、彼は。で、そのポケモンの捕獲とか、うん、あのモンスターボールの扱いとかも実はその免許制なんですよね。そうなん、資格がいるってことですか。だから誰でも適当にやってもいいよっていうことではないんですよ。まあでもね、なんか捕獲するって実際の世界でもさ、うん、免許入れたり。あ、そうそう、鹿とかね。で、それもそうだし、飼育するにしてもなんかオオトカゲ飼うにはなんか免許必要ですみたいな。そう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 。もう俺聞いた話やと、うん、沖縄とかやったら、うん、そのハブいるじゃないですか、うん、ああハブね、うん、で、お酒飲みたいわって言って、うん、ハブ捕まえるっていう話聞いたんですよ。え、そうなん。そう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 、ハブ種作るんかなって思ったんですよ。開催探偵のやつだけど。あ、そうそう、うん、そしたら、うん、ハブをなんか役所に持ってったら3000円もらえるらしくて。あ、これポケモンと似てないの。え、そう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 、ハンターや。いや、そうなんよ。え、だからよくその RPG とかのあるじゃないですか、モンスター討伐したらなぜかお金もらえるみたいな、クエストね。そう、そういうのって現実世界にもあるんだみたいなことが思って。ハブ1匹3000円。そう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 。で、10匹やったら3万円、1頭もらえるってこと。そう、意外といいやん。だからその老若男女問わず、車とかにはハブを捕まえるようなセットが乗ってる家庭もあるとかないとか。こういうの見たよ、なんか長いやつ。え、ちょっと待って、ちょっとごめん、話めっちゃそれんねんけど、はい、ほなハブ一生懸命買ったら養殖とか。いや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 、はい、それなんかちゃうくらい。俺ら優秀やね、毎日ハブ10匹持ってきてみたら。いや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 、というわけで実はあの世界もその資格制だったよっていう話なんですよ。これは勉強になってる。サトシじゃ免許持ってねや。そうなんですよ。で、このサトシくんの、まあ、夢、まあ、今この夢が叶うんじゃないかみたいな話をこの間やりましたけど、うん、サトシくんの夢って皆さん何ですか。そう、ポケモンマスターズ。違うんすよ。だって言ってんじゃん、あー憧れのポケモンマスターにって。じゃあポケモンマスターってなんやねんっていうこと思いません。いや、ちょ、思うけど。じゃあそれで祭りかさんにこの前聞いてるよね。まあそうなんやけど、いいのよ別にサトシはそんな細かいこと気にしなくて。ただサトシはですね、実はその最初ね、すごい夢があったんですよ。え、何それが。自分の名前の街を作る、サトシタウンを作りたかったよね。
え、なんかシムシティみたいな展開は。え、だからサトシはこれがもしかしたらポケモンマスターなんちゃうんかみたいな。え、なに、なに、町を作る。そう、自分が町の名前の由来になるよみたいな。え、そんなマイクラとかやっとったんやん。いやいや違うのよ、実はこれには深い、もうマリアナ海溝よりも深い、深すぎるやろ、海底洞窟よりも深い理由があるんですけど、まあ、それが、まあ海洋が眠ってるんやぞ。まあそういうわけないけど大丈夫今日、まあ、マサラタウンがありましてですね、うん、このマサラタウンはサトシのふるさとなんですけど、うん、実はこれね、マサラタウン実はマサラタウンじゃありません。え、なんでマサラタウンにさよならバイバイって言ってるって言ってるじゃないですか。実は昔の名前があるんですよ、マサラタウンって。嘘やん、ちょっと怖、何何。そう、マサラタウンって実は改名していて、え、何、最初はですね、真っ白タウンって呼ばれてたんですよ。で、なんで真っ白からマサラになってんっていうことなんやけど、まあ、実際このゲーム内の説明ではここはマサラタウン、マサラは真っ白、始まりの色みたいなので書かれてるんで、ちょっとまあ関連はしてる。そう、じゃあこれなんで始まりか、実はこの小説の世界にはまあ今もね、アニメでサトシくんがそのトレーナーランキングみたいなのありますけど、それと同じようなノリでトレーナーベストチャートみたいなのがあるんですよ。で、まあその中でですね、マサラタウンのトレーナーとかがもう端の端、最後の何万キロ、500万円とかに入ってもマサラタウンでお祭りになるぐらい、もうマサラ新聞で一面飾るぐらいのね、それぐらいの効果あったんですよ。あ、田舎すぎて、あ、そうそうそう、トレーナーがあんま輩出されてないってこと。そう、ところがですね、ほんまに優勝するようなね、931位に入ってくるトレーナーが出たんよ。これはですね、もう街には銅像ができるわ、もう英雄扱いだわと。で、そのトレーナーの名前が大木戸マサラ。あ、なるほどな、大木戸博士のことやの。いや、それがですね、大木戸博士のひいひいおじいさんなんや。あ、そうか。ということでマサラジジイがですね、うんうん、名前の元になりましてマサラタウンになったよと、うん、でその伝説が、まあ、語り継がれてるから、サトシはそのマサラタウンの育った身としては俺もサトシタウン欲しいと。で、シゲルもシゲルタウンにしたいよっていうライバル関係やったんですよ。そうなんや。いやいや、え、なんか星見つけて自分の星の名前つけたいみたいな感じ。あ、そうよ、それコナンではね、犯罪理由になったぐらいよ。ねえねえ、自分が星の発見者の名前つけたいから人殺しましたみたいなぐらいのことなんよ、うんうんうん、しょうもない夢じゃないのよ、うん、ポケモンマスターよりよっぽど分かりやすいし、だからバトルでガンガン上に行こうぜみたいな感じなんよね。じゃあいずれポケモンマスターになった暁にはサトシタウンってなるんだね、うん、まあ分からんけどアニメになるかは。まあでもこういう設定が昔あったんですよ。でさらにですね、このサトシの家庭の事情は複雑やねんみたいな話しましたけど、うん、その花子さんですね、サトシのお母さん、このお母さん何歳やと思います。え、でもサトシが10歳ってことは、うん、じゃあママがじゃあ25歳の時にサトシを産んだんだとしたら今35歳。まあ大体それぐらいですよね。どう、いい線いってるんですが、実はサトシのお母さん29歳なんです。え、嘘やん。だから19歳の時にサトシ産んどるんよ。そう、見かけによらず結構やんちゃ。やんちゃやん、バリバリって感じで。え、今後どういうこと。いや、バリアードがバリアしてる中でバリアできてへんやん、子作り行われたような。どういうこと、どういう状況、どういう状況想像したいの。分からへんねんけど、結構イケイケな感じでして、うん、でそれを裏付けるエピソードがありまして、うん、まずそもそもめちゃくちゃ美人なんですよ。美人やな。どれぐらい美人か、うん、雑誌の表紙飾れるぐらい美人なんですよ。そうなんだ。もうだからもう毒もとか、うん、まあ、グラビアアイドルとか、まあ、そういった感じですよね。で、まあ、さらにマサラタウン唯一の食堂兼宿屋を営んでると。まあ、だから、まあ、宿屋、うん、昨夜はお楽しみでしたねという感じで、ドラクエやけどな、まあ、サトシが誕生したんじゃないのかなっていうことが、まあ、言われてたり言われてなかったりするんですよね。で、まあ、父親は結局この小説版でもよくわからんっていう感じなんですけど、 それを聞くと、まあ、サトシが生まれて間もなく家を出て帰ってきていないと、まあ、とんでもない父親やなと。ちゃんと言及されてるやつ。そうそうそう、そう、アニメではほぼね、あの言及されてなくて、この間ココの映画でちょっと言及されて話題になったんですけど、うん、小説では数ページにわたり説明があります。ただ花子のお父さんとか、うん、サトシのおじいちゃんとかも、うん、家を出たきり帰ってこへんのよ。え、それ何、ハンターだよな。いや、そうそうそう、ハンターハンターの、うん、もうあのジンみたいなもんで、うん、ジンフリックスやな。そう、突然村に帰ってきて子供を預けてまた旅に行くよみたいな、うん、まあ、そういう感じが結構当たり前な世界なんですよね、残念ながら。まあ、だからサトシもそのうち、うん、お父さんと木の上で会話したりするかもしれないんですけど、うん、そういう感じでですね、これが、まあ、なんでそういうことかっていうと、うん、多くの男子はね、やっぱ10歳で大人になるんで夢を見ちゃうんですよね。まだ夢を持った大人ってことやな。そうってことは、まあ、夢見るんで、まあ、ポケモントレーナーの道に進むんですよ。ポケモント
トレーナーになりますと。ただ、まあ、大木の勝らぬように結果を残せるトレーナーは当たり前なんですけど、ごく一部なんですよね。そりゃそうや。だってもうね、めちゃくちゃ大人気職業、花形。やし、まあ、その中で食っていけるのっていうのは多分数限られてるわけやから、うん、でも目指す人はめちゃくちゃいますみたいな。うん、だからもう声優さんとか、まあ、YouTuber とかもそうかもしれないですけど、まあ、そういう職業なんですけど、サトシのパパとかおじいちゃんも、もう全く名の知れてないトレーナーっていうことらしいんで、結果、闇深いよねっていう。どこ行ってもたやろなっていう。あ、そうなんや。そう。だからもしかしたら、バトルタワーとかで、このヤバいトレーナーが出てくるとかいう話したじゃないですか、前。あれとかは、トレーナーの慣れの果てなんかも知らんなっていう。やば。生きていくために、とりあえずここで働いてますみたいな。やば。ちょっとでも、なんか伝説のトレーナーとかなっといてほしいよな。まあ、でも、常盤の森抜けるの、だいぶかかったとか言ってたから、うん、無理ちゃうかな。でちなみにこのジュンサーさんとかジョーイさんが女性ばっかりじゃないですか、まあ、クローンじゃないかみたいな話もあるんですけど、ね、実はなんで女性ばっかりなのかというと、女の子って7歳ぐらい精神年齢上らしいんですよ、男子から見た時に。へー、まあ、だから夢を追っても仕方ないよねみたいな子がやっぱ多いらしくて、現実的なんだ。そう、リアリストなところがあるんで、そのお堅い職業としてポケモンセンターとか警察官とかジュンサーさんになるっていう感じで道を選ぶらしいですね。なるほど。はい、だから結果見えるのが女性ばっかりだよっていう、うんうん、実際ゲームとかでも男の警察官はいるんですけど、うん、そういう感じですね。なるほど。で続きまして、まあ、知られざるポケモンの正体っていうことなんですけど、え、何？ポケモンの世界で始祖と言われるポケモンって多分この2匹なんですよ。ミュウ、ミュウとアルセウス。そうね、そうそうそう、誕生のね、まあ、ミュウは全てのポケモンの遺伝子を持ってるぜっていうこと言われとって、うんうんうん、まあ、今アニメでもプロジェクトミュウと言われて、うん、まあ、すごい実際ミュウが捕まえて、うん、まあ、もしかしたらミュウに関する心情出るよみたいな展開になってるんですけど、もう一方はアルセウスで、まあ、今年もあるよ。そう、来年の冬か、うん、まあ、ゲームが出るということで、これもあの宇宙を作り出した神話級のポケモンなわけなんですよ、はい、で実はこれに似たような話がまあ書かれてまして、うん、実は新たなる伝説のポケモンの存在が示唆されてるんですよね。マジで？それが人間の姿に似ているものなんじゃないかっていうことを言われてるんですよね。どういうこと？このアルセウスとかミュウとかって動物っぽいじゃないですか。めっちゃ動物。そう、なんか鹿にダリン生やしましたよみたいなやつ。ダリンではないよな。リスみたいなやつやなみたいな、うん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 、浮いてるリスやなみたいなやつなんやけど、うん、もっと先に人型だからミュウツーみたいなやつが出てくるんじゃないのかなっていうことがあって、うんうん、それが宇宙の起源に関する話なんですよね、うん、これ現実世界にもあるじゃないですか、うんうん、1日目は上と下、昼と夜を作って、うん、2日目は空と海を、3日目は大地と植物を、4日目は太陽と月を、5日目は空と海に住む動物を、6日目は自分に似た姿の人間を作った、そして7日目は、まあ、神様は世界作ったからお休みにしよう、だから日曜日休みなんだよみたいなことが1週間のね、そうそう言われてるんやけど、うん、ポケモンの世界の神様はですね、うん、7日目に働き者だったんですよね。あ、休まんかった。そうそう、気まぐれなんですけど、うん、新しい生き物たちを生み出したと。それがポケモンなんですよ。人間の後にポケモンなんや。そう、だからあの世界ってその赤緑とかの時はインドゾウとかいたじゃないですか、うん、だからインドゾウとかとポケモンってやっぱ別のくくりやったんですよ、うん、だからこそこの7日目に作られたのがポケモン。なるほど。ということは6日目に作られたこの始祖のポケモン、うん、神のような存在はもしかしたら今後、まあ、映画とか何かでポケモンの最大の謎決まるみたいな感じで。お前壮大やったけどタイトルクソみたいな。ああ、いやもうポケモンの始祖はアルセウス、いやミュウ、いや第三のポケモンがいた、そのポケモンはみたいな。最近ご結婚された山寺さんが言うてそうでしょ。ああ、そうそう、言うてそう。この夏ポケモン界最大のバトルが始まる。えらテンション高いな。そういう感じで言われてて、まあ、実際この7日間の話も、うん、この空と海と大地はそのルビサファエメラルドの話になっちゃうんかと、うん、空がまあレッグーザで、海が海洋がで、陸がグラノ、グラノね、全然陸作れてなかったけど、うん、で、まあ、太陽と月はサンムーンやし、うん、で、まあ、昼と夜はブラックホワイトやし。なるほど。そうそうそう、面白い。だからもしかしたらこの今度出るアルセウスでこの辺の話触れられるのかなとか、まあ、そういう可能性もね、あの全然ありえるんで、面白い、すごい楽しみですね。はい、まあ、ということで今回のあのポケモンのお話はこういう感じなんですが、うん、どうでしょうか。面白かった。え、これ小説の裏設定ばっかし、まあ、裏設定というか普通に出てくる設定すごいな。でもこれを知ってて見るとまた楽しいよね。いや、そうなんですよね、うんうん、もうだから実際その、まあ、ボツになった設定とかも多いんですけど、うん、例えばじゃあピカチュウが喋るよっていう設定ってボツになったんですけど、うん、じゃあ君に決めたって映画20周年の時に出た映画のピカチュウってラスト最後喋るんですよね、うん、あれもうみんなびっくりしたんですけど、うん、それとかもこういう設定を知ってたらより感動できるじゃないですか。確かにね。なんで
で、まあ、またね、あの好評だったらやろうと思います。サトシタウンさよならバイバイみたいなやつでね、うん、サトシのお孫さんあたりが出ていくかもしれないな。そう、サトシサトシみたいなやつがね、食べてるやつ。え、なんでサトシ？いや、サトシの名字知らんからサトシではないやん、名字あ、そう、はい、けど、今までやっぱお父さんのやっぱ闇深さがやばいな。そうやね、うん、どこに行ったんやろね。これ答えは出るんかな。いやほんま、ワンピースでルフィのお母さんと、うん、サトシのお父さんは一生出なさそうな気がするね、なんかもう。そうやな、うん、まあ、あとゴンのお母さんも出へんやろな。ストーリーが進んでないです、以前に。お父さん出てきてからストーリー進まへんもんだ。そう、お父さんが出てきちゃったことによって余計ややこしくなったんですよ。カイトは幼女になってもうだし。ほんまに。ということで、本日の鳥肌スコアは19ですね。なんで花子さんがサトシを産んだ年齢なんですけど、怖いよ、ね、びっくりするよね。だって29でも僕の2個上とかよ、10歳のお子さんいるって2年後10歳のお子さんいるってすごくない？でいるでしょ、同級生にも10代で産みはった子とか。いや10代で産んだ子はおらへんわ。でも結構いるのがいいんじゃない？あ、そう、うん、じゃあぜひ高評価押してください。お願いします。ハッピーバースデー。ということで本日の鳥肌ポイントは、うん、暗黒大陸編の続き強めるんですか。あ、僕あのポケモンの話しちゃったよ。暗黒大陸編めちゃくちゃ読みたいねんけど、うん、僕、うん、最近ハンターハンター読み返したんですよ。純也くんが悠々白書読み返してる裏で、うんうん、俺も見たいもんだって。だって暗黒大陸めちゃくちゃ楽しそうやんか。船の中で何年待たすんやほんまに。そう、一生クジラから出てこうへんから。ほんまにだからね、あのクラフィカが旅団とどうすんねんみたいなとこで。そうそう、麦わらの1ミリ船乗ってる時間長い。いや長いよ。あいつの方がよっぽど海賊やってるよ本当に。はい、はい、そんなわけで、あの、はい、暗黒大陸編楽しみだよとしたらぜひ高評価よろしくお願いします。それでは See you。 バイ。この CIA の本部、実はこの本部にこんなものがあるんです。1990年にね、設置されたね、暗号のモニュメントなんよ。3000万もらって作ったわけなんですよ。これなんとね、現在のところね、77% ぐらい解読に成功しています。暗号っていうのはね、やっぱり作れるんよ、簡単に。暗号機っていうものが、まあ、あったりするんですよ。で、その中で一番多分有名なのが暗号機エニグマ。これめっちゃ有名やな。このドイツ軍が最強って言われた理由の一個がこの暗号機エニグマって言われるもんなんですよ。